大阪市鶴見区の鶴見緑地からお送りします。新あやとり関西あやとり愛好会です。あやとりを一層面白く、また糸をもつれさせないためにも、完成後の技を磨く菊藤流、また西アジアレストハウスに来ています。前回の続きです。投げ網、投網を作りましたね。ここからのつまんでねじる代わりに、この体勢でねじれを直しましたね。薬指が大活躍。はい、完成しました。形を作ってからが大切ということで、3番のポイントをさえ要領よくほどくに取り組みましょう。親指残して他を全部離しますと、パラッとこうね、ほどけて、はい、交差になりましたね。交差から始めましたので、この状態からね、交差にして始めましたので、これで、終われば、ほどき大成功と見ていいでしょう。ただし、これよりもこういうふうにね、もう一つ前の本当のスタートの状態に戻したいという方もおられるでしょうか。はい、薬指が大活躍。はい、これをね、どうほどくか、交差なしで終われないかということですね。この右の親指離して、この親指と親指を揃えるようにして入れてね、で親指だけ残して他を離しますと、パラッとこうね、交差の前の状態に戻りますね。本当のスターティングポジション。ただし、このあやとりは変身あやとりとしても非常に有名ですね。ですから、あまりほどきは考えなくてもいいかもしれません。素晴らしい変身あやとりが昔から伝わってますからね。はい、この後の連続ドラマ、この人差し指と中指にかかっている紐ね、左右、これを2本の指から外しますね。そうしますと、たちまち琴、楽器のお琴ね、はい、昔なじみのお琴の素晴らしい糸模様が現れましたね。これをこう天地逆にしますと、はい、お昼寝タイム、ハンモック、木と木の間にこうかけてね、こう軽く揺れるのを心地よく楽しみながらね、すやすやと寝る、安眠道具ね、ハンモック、またおこと、こういうね、有名な変身の技が伝わってますね。さらに、人差し指の紐は人差し指、中指の紐は中指にこう移しますと、はい、こちら親指小指だけになりましたね。はい、これはチョキチョキチョキバリカン。これも素晴らしい面白い糸模様ですね。チョキ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 。はい。変身アイテムとしては大体これで終わってるようですが、
この後、まあ、我が流派としてはね、その後どうするのいうのが常にこう、一つの課題として出てきますから、まずほどきね、ほどきは簡単ですね。親指、こちら親指と小指だけ残してこう左右に引っ張ればパラッとこうね、最初の構えに戻りますね。ほどきでなくて連続展開はどうでしょうか。はい、この後ね、はい、薬指が大活躍。はい、完成しました。この後、指2本の背中を外して、はい、琴ハンモックでこう指ひもをこう移して、人差し指中指のひもをこう移せば、はい、バリカン。今親指と小指残してほどきましたが、連続展開の技として、あのこれ裏に回ってね、裏に回ってこのど真ん中ね、ど真ん中のここに注目します。この部分ね、ど真ん中ですから分かりやすいです。真ん中の紐をこう引っ張り出してね、引っ張り出して、あと中指人差し指の紐をこう外します。そして引っ張りますと、はい、東京スカイツリーこの東京スカイツリー、この、塔の部分がね、この展望台の下に来てますね。普通この展望台の上にこう来るんですけどね、これは下に来てます。こうね、下に来てます。このパターンは前にも取り上げましたが、素晴らしいまた展開があるんでしたね。これから中指でこれを取ってね、そしてこちら親指小指でこの狭いところを取ってね、ちょっと引き出して、ちょっと引き出して中指こう折り曲げてこれを取ると、今引き出した紐を取ると、そしてこれをこちらにこう、こちらに持ってきて3回ほどこうね、ねじります。回転させます。そうしますと、これは不思議、これは不思議、驚くべき変身ですね。流れ星、本当にこれは見事な展開、見事な変身の術と言っていいでしょうか。あのこの流れ星の作品は、あのアイドルの世界で有名な宍戸幸雄さんね、宍戸幸雄さんの現代の名作中の名作ですね。この形、あのオリジナルの撮り方はまた別の撮り方をしますが、今の、東京スカイツリーからのね撮り方っていうのは、まあ我が流派として、あの完成具の技を常に考えるというね、その大きな課題を背負ってなんとかたどり着いた一つの変身の技です。流れ星、また元に戻しましょうか。こうやってね、戻りましたこのあと、親指を外せば、しょっちゅう出てくる我が流派の紋章になってね、まあいろいろあるんですが、これから例えばたちまち杯ね、杯になったりしてね、
変身の技としてこれも超有名な杯から蝶々、富士山とかね、以下省略します。これを外せば富士山になって、中指を取り合って、このまっすぐを外せば日本の構えに戻りましたとね。はい、まあいろんな変身の技、連続展開、数限りなくあると言っていいでしょうか。いやどうも、次回は、これの2番、巻き戻しに取り組みましょう。あの投網をね、最初の構えにこう巻き戻す技ね。はい、はい、ゴムです。紐をこう二重にしてます。ハートねじりをして、親指でこれを取って、小指でこれを取って、はい、はい、ゴム体操。